えなさん、おはようございます。おはようございます。お、何ですかこれ。旅です。これは前旅ですか。前旅です。いや、僕噂に聞いてたんですよ、旅履いてると。ただの旅じゃないね、これは。みこしを担いでる人が履いてる旅じゃないですか。はい、ということで今日は足トレやったー。なんだけど、理想の選手がいるそうで。はい、ね、なんかこの選手、この人みたいになりたいみたいな、私もなれるでしょみたいな。なんだけど誰でしたっけ。アーン・ルイス・フレイタスさんという。アーン・ルイス・フレイタスさん、まだ僕、まあ、でかいっていうか、もう見据える場所がね、世界のトップクラスだから、ワンチャン僕よりでかいよ。体重は僕の方が重いかもしれないけど、僕が襲われたいくらい正直。まあ、だけどね、僕も多少教えられることあると思うから、そのエレナさん爆尻計画ということで。そうです。今日はね、ちょっとマジで覚悟してほしい。辛いからね。はい、全然、爆尻のために頑張ってほしい。やった、爆尻になりたいです。じゃあ爆尻になりましょう。今日なりましょう。よろしく。ちょっと恥ずかしくない？ちょっと恥ずかしくない？エレナさんのこれをしまうんだ。これね、見た目以上にすごいですよ。何がすごいの？すんごい効く。すんごい効く。これができるのはね、まあ、渋谷区内だと思う。左のジムだけだと思う。全然やる。マジでね、他のジムだとできないから。その通り。あ、でも実際そうなんですもんね。怒るとこは怒る。でも、イライフジムは大丈夫。これは腰、足の下に腰、下ぐらい、まあ下ぐらい。下もうちょっと動かない。これね、コントロールしなきゃいけないのかな。じゃあ、このまま、真下に戻す。そう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 、2、3、はい、3、はい、4、1。ちょっとかかと寄りに乗せてもいいですか。僕はね、土踏まずより下ぐらいかな。11、8、9、10。これつまみで、どこに引くんでしたっけ。足明日ケツ、ケツです、ケツ。お尻があんまり似てる感じ。まあ多分限界まであるとね、そんなことないよ。根っこからなんか厚くなって太くなるなっていう感じがする、これやると。普通のジムじゃね、やれないし、僕もね、普段あんまやらないよ。エラさんに、まあ、バリエーション一つとして教えて、まあ、やれるところでちょっとプライベートにやってもらってほしい。うん、やりたい、たくさん足、お尻を。よし、アメージングに。アメージングに、じゃあちょっと重量を伸ばしていこう。はい、エラさんのこの角度見れるのはハガセブンの部屋だけなんで。じゃあ、行きましょうか。せーの、あ、そう、ポジション、あ、きあ、せーの、ポジション、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、足の裏が痛くなってきた。また足の裏の位置変えていい？今日はちょっとグダグダになっちゃってるけど、とりあえずさっきのスミスマシンで行うレッグプレスは旅ではできない。そうだね、
ちゃんと硬い靴を入手した方がいいということが分かりましたし、スクワットのやっぱりこのやっぱり毎回同じことしてると飽きちゃうタイプなんだけど私は、うん、でもやっぱりあの標準装備のあのトレーニング、スクワットとかリングプレスとかの重要性をまあひしひしとあの改めて感じることができるので、それすごいいいと思います。今日これ終わっちゃう？え、どうする？え、どうしよう？どうする？じゃ最後にこれで終わるのもったいないんで、うん、エナさんにちょっとエクスタシーに達するのはちょっとスクワットやって終わってもらおう。そうしましょう。的に上げるんで、ね、ネガティブのところだけ耐えてください。100はい、100レップ、うん、40キロ100レップ、はい、1、うん、本部行こう。可動域狭くしていいよ、半分。はい、そう、1、そう、それでいい。9、10、あー大丈夫、きついよな。1、2、50枚頑張って、4、5、くそー、35、次5、6、はぁ、待って、もう平気よ。6、あぁ、はい、ハーフレンジ、はい、腰痛い。オッケー、いいかよ。腰が痛いんですよ。まあ、腰立てて小刻みに40って40、ノンストップ猫から降りるから、そう、1、2、そう、3、2、無理やりやらないで、3、4、大丈夫、5、6、7、8、半分、9、20、20、いきます。それで待って、もう OK、 やっちゃいましたね。何回？100。結局はね、うん、根性ですよ。根性ですか？結局はね、ガッツ、泥水すするぐらいのね、感じでやってもらいたいね。痛いでしょ、腰。そう、痛いんですよ、スクワット。見てる？もうちょっとだけね。いいよ。さっきよりちょっと深いじゃん。そうそう、そう。これ、そうそうそう。今の曲よ。そこ、そう。で、ノンロック、ノンロック。はい、せーの。急に来る、このやばい棒。あ、10だよ、1、2、3、4、押そう、押し切れ、押し切れ。もうやだ、そう、あー、これはやった方がいいです。やっぱり丁寧にやろうって言い訳して、うん、ゆっくりやっちゃうのが追い込みとしては良くない。え、これ重くてゆっくりとかはありだけど、軽くてゆっくりはなし。なし。重くてゆっくりはあり。重いので効かす、軽いので効かすとかない。これは、うん、ちょっと分かんない。終わり。